ここデイノの部屋だよね。と、何かあったの？ジュリエット、どうかしたの？どうもしなかったらデイナを部屋に閉じ込めたりしないし。え、何があったの？何があったの？あの女、人の彼氏とエロチャットしたのよ。あら、ひどいね。なんでわかった？なんでわかったの？あなたに関係ないでしょ。いちいち詮索しないでくれる？これまで話しかけたことないくせに。だから今話してるの。私の名字は？知らんよ、わかんないよ。いやもうこれ時戻すから、バイツアダストするから、タイムリープするから。なんつってね、知ってるんだな。右です。ジュリエット・オルソン。どうや？ほらやっぱりね。心配してるふりしてくれてどうもありがとう。ちなみにジュリエット・ワトソンだから。失礼しました。バイツアダスト、時を戻すぞ。ジュリエット、どうかしたの？フラグでしたね。ワトソンね。ジュリエット・ワトソンでしょ。ジュリエット・ワトソン、頭冷やして。意外、私の名字知らないと思った。そこ気にしたんだね。当たり前だよ。そっか、デーナが私の彼氏のザックとエロチャットしてたの、信じられる？なんでわかったの？なんでわかったの？ビクトリアが教えてくれたの。あら、ビクトリアが？デーナが本当にそんなことするかな？ビクトリアによれば、デーナは男のためなら何でもするって。ビクトリアに聞いたの。そっか。チャットのログ見たって。ザックはさっきから電話出ないし、はあ、デーナが認めたらここを開けてあげる。絶好だけど。マックス、本当に誤解なの。きっとビクトリアの仕業だよ。証拠があるはず。行っちゃう？どうしよう。あっち行ってよ、関係ないでしょ。分かった、ちょっとまあビクトリアのとこ行ってみよう。ビクトリアどんなやつなの？なんかただ嫌味なだけかと思ってたけどね。こういうことする子なの？なんかショックだな。入れるよこれ。何、なんて書いてあるんだっけこれ。勘弁してよビクトリア。入るか。勝手に入っていいのこれ。時戻した方が良かった気がするって。なんで？なんで？時を戻す。なんで？で、これ見た後は時を戻して入んなかったことにしようね。さあ、選択しよう。厳しいね。私と違って作品をアピールしてるだけマシか。チェイス様へ、クラフトギャラリーへご応募ありがとうございます。慎重に協議しましたが、残念ながら、ご応募いただいた作品は、合わないという結論に達しましてボツとなりました。今後の ご活躍をお祈り申し上げます。あ、お祈りメールだ。うん、作品のお祈りだな。ほう、ビクトリアの親がチェイススペースのオーナー。素直に感心した。何チェイススペースって。ビクトリアの親がチェイススペースのオーナー。説明がねえな。このゲーム基本的に1回だけなのかな、探索は。感心した。衣服だって見ちゃおう。ディオールにジバンシー、私の学費分は入ってそう。ほう、部屋に証拠あるっぽいって言ってたから、まあ持ち出さないいけないものだったらダメだね。あの、探索しなきゃね、がっつりね。こんな靴じゃランウェイしか歩けないよ。うん、テレビ、いいプラズマテレビ。また忍び込んでファイナルファンタジーでも見ようかな。うん。誰が何と言おうと素晴らしい SF 映画なんだから。言うぞ、ファイナルファンタジーはゲームだからね。おーい、外人に感じられてるぞ。あれは確かにムービー素晴らしいけども、ムービー以外のところもいいとこあるから。この記事見てビクトリアはジュリエットにキレたんじゃないかな。あ、なんだなんだ。ブラックウェルトーテム、ふんふん、ボルテックスクラブはカルト集団か。ほう、ジュリエット・ワトソン。ブラックウェルアカデミーで最も影響力のある集団一つ、ボルテックスクラブは、レーガン時代の都会派勢力に対するニューウェーブの反抗勢力として、1980年代に結成されました。
コンピューターオタクや髪を青く染めた若者が世の中から追放され暴力の対象だった時代といえば分かりやすいでしょうか。当時はイヤリングをした男子学生がいじめられ馬鹿にされました。今でこそフットボールの選手たちのピアスの一つや二つは当たり前になってますね。ボルテックスクラブはもともといつも時代の若者をいつの時代の若者も経験する周囲の圧力からの現実逃避と笑ったのです。この記事書いたのがさっきのあのエロチャットの彼女の方だな。社会不適合者 で構成されていたクラブは現在では皮肉なことにエリート主義のカルト集団と言われる面々で構成されています。このような呼び方はブラックウェルで最大規模の勢力を誇る集団への妬みでしょうか。うん。私たちボルテックスクラブのメンバービクトリア・チェイスにインタビューをしようとしましたが彼女はコメントを拒否しこの記事の掲載をやめるように言いましたと。ほう。あ、ごめんごめん。え、ファイナルファンタジーで映画あるの？あ、そうなの。ほう。え、それは何、スクエニが作ってる会社あ、ですか。いや、知らなかった。なんかもうゲームのイメージ強いじゃん。へえ。あ、つい最近なの。あ、そうなの。すいません、知ったかぶりしました。この記事見てビクトリアはジュリエットに切れたんじゃないかな。どれだ。へえ。うん。ビクトリアってこんなにレイチェルが嫌いなの。うわあ。ね、すごいな。ね、妬み？すごいな。ビクトリアってジェファソン先生を崇拝してる。写真家マーク・ジェファソン、リコレクションだって。本持ってるね。え、マーク・ジェファソン。このチワシをご持参の方は1ドル割引です。あ、個展だって。個展開催だって。個展のチケットだな。どれどれ？どれだ？これか？もちろんビクトリアだから高いノートを使ってるよね。時間かかったら帰ってきそうって。どうなんだろう。さっきの写真じゃなく素敵な写真を撮ってあげたのは評価できるね。ほう。フレンド857。あ、すごいね。フォローが800でフォロワーが1000か。すげえな、フォロワー1000。これだ、ジュリエットに見せるべきメール。来た、これか。さっさとプリントしてここから出よう。さあ、修羅場か。来そうだな。ビッチに制裁を。テイラー、最高のお知らせ。たった今ジュリエットとデーナをはめてやった。ザックの電話にデーナとエロチャットの履歴があったよとジュリエットに言ってやった。あの子バカだから私を信じてたよ。すぐに寮で大喧嘩になると思う。ジュリエットは自業自得でしょ。ザックを寝とるからこういうことになるのよ。デーナのことはどうでもいい。高みの見物行きましょうって。デーナかわいそうじゃん。プリントアウト、どれだ。あ、これか。もうちょっと探索しようかな。いやいや、行ってこい行ってこい。怖いから。印刷、これか。写真じゃなくて印刷なんだね。大丈夫これ。どこだ？どこだ？ん？ん？ん？撮った？ん？ん？どっか開いた？あれ？ちょっと待って。ん？ちょっと待って、どっから出た？あれ？プリンターどこ？印刷機あったじゃんって。ちょっと待ってね。すごい、すっかり見てなかった。あ、こっちか。これか？私は犯罪者じゃなくて忍者。早くしなきゃ。これか。これでデーナが無実って信じてくれるかな。さあ、取ったぞ。取ったけど怒られるかな。寮に 3D プリンターを。は？取り巻きに入れてもらおうかな。あ、マックスは 3D プリンター興味あるんだな。はあ、 3D プリンター。3600ドルって100倍30万か。これ来るんじゃないよ。さあ来るぞ来るぞ。ヴィンテージの中盤カメラにいいプライムレンズ。許すまじビクトリア。許すまじ許すまじ。自撮りしとこ。あ、できないんだ。行くぞ。やめてやめて。
何も知りません。よし、じゃあ今のうちにね。来なかったね、来ると思ったのにな。ほい、ジュリエット、これ渡したぞ。そういうこと？さ、謝ろうか。デーナ、ごめん、私がバカだった。本当だよ、信じられない。私がザックに手を出すと思う？分かってる、頭に血が上っちゃって。お詫びにおごるから、友達でいて。洗濯もやってよね。ありがとう。マックスは忍者みたいだね。ザックにビクトリアのこと問い詰めてくる。ほう、マックス、ありがとう、助かった。 USB は机の上だよ。やるね、マックス。よし、こうか。あとは USB を持ってウォーレンに会いに行くだけ。おお、よいしょ。お、女の子の部屋だ。なんだろう、感動する。わかんないだろうな。わかるよな。なんか女の子の部屋って感動するんだぞ。なんだろうな、ゲームだろうと関係ないから、なんか感動するな。どこどこ？レーナ、コミュニケーション大事。さっきは本当にありがとうね。まったく、ジュリエットも子供みたいなことするんだから呆れちゃう。ほっ、人を責めたくないな。騙されたジュリエットがかわいそう。ビクトリアを殺さないと言う。殺されるならザックでしょ。正直私はあんな男には全く興味ないけど、ま、いかにもビクトリアが好きそうなタイプじゃない。ザック、お似合いだよ。首を突っ込まないのが一番だよ。ウォーレンはあなたに首ったけたけど。あ、そうなの。へえ。ねえねえ、どういうこと？どういうこと？別に。あ、USB の中に MAX っていうフォルダがあるの気づかなかった？ああ、なるほど、あれのことね。あれ、はあ、赤くなってる。USB は机の上だよ。え、何？何があったの？ねえねえ、何があったの？え、どれどれ。人の見てる前で人の部屋探索ってニヤニヤするよね。何も書いてなかったらかっこいいステッカー。手紙だって見ちゃおう。読んでて悲しくなるよ。え、何何？お、デーナ、俺は文章が下手くそだけども、どうしても書かずにいられない。君に俺のことを嫌いでいてほしくないから。みんなの前ではバカばっかりやって強がってるけど、本当は違うんだ。俺は君にふさわしい男じゃない。俺がどんだけビビりか、もう分かってるよな。もし金が必要なら言ってくれ。君にハグとキスをローガン。え？ん？え？これどっち？これどっちなの？え？どっちだ？これ何の手紙なの？ごめん、ちょっと俺空気読めないかわからないわ。これ何の手紙だ？告白？違うよね。なんかちょっと違うな。あ、イエスにやった。お金？何の話これ？振られた？二度と話さないからね。マックス、マックス。デーナみたいな人気者なら友達もたくさんいるよね。リア充の SNS を覗けるなんてすごいけど、ダメだよね、勝手に見ちゃ。いいよ、今本人いるんだから、目の前に。うわ、すげえ、フォロワー2500だって。え、キョンピの鍵開けより、あ、マジかよ、負けたよ。あ、今日鍵穴よりいるぞ、これ。デーナ、素敵なひとときありがとう。トレバー、で、何してんの？ジャスティンがゲームって椅子から離れないんだ。君が来てくれたらもっと盛り上がるんだけどな。どっか遊びに行く？いつも行くから連絡して。まだいるよ。おーい。はあ、へえ。なんだなんだ、すげえな、リア充だってよ。 USB 見ちゃおう。中身が全部あるか見ておかなきゃ。ウォーレンの隠しフォルダは見なくていいか。ほう、後悔しそうだしね。おかしな科学、ウォーレン・グラハムの秘蔵映画ライブラリー、最高のテレビ番組集、ミュージック、いろいろダウンロードしてないやつ、パーティーバスターかっこ見せられないやつ、マックス気になる。マックスが気になるけどな。開けない？ダメか、開けないですね。触ってもダメだ。ほん、半…そう…お、ん？取る。ん？え？ちょっと、人のもの勝手に
切なふりして結局詮索。もう帰って。あ、やべ、やらかし。あ、また余計なことして彼女を傷つけちゃった。え？巻き戻したらフォローできるかな。ちょっと待って、ちょっと待って。このゲームあれだぞ。年齢選ぶな。ちょっと。これ以上何が欲しいのよ。帰って。診療所。聞こえないの。帰って。やっぱ怒られた。戻れー。なかったことにしよう。そうよね。妊娠検査薬だよねこれ。見る。レーナ、ちゃんと診察に行ったのかな。え？不妊治療、妊娠出産。あれ？妊娠してる？え？ちょっとまあ、ちょっとやっぱ人の部屋を探索は良くないですね。相手は？まさか？え？まさか？誰だっけこれ？読んでて悲しくなるよ。これさっきあったんだけどさ、振られた告白の返事っていうコメントがあったね。はあ。あ、違う、わかった。あー、ただの振られた話だったら金が必要なら言ってくれなんて言わないよね。あー、なんかー、うわ、人間模様複雑だな。察したぞ。なん、俺は自分はビビりアピールしてる話もしてるな。うわー、最低。ローガン最低。ローガン最低。ちょっと覚えとこう。ローガン最低だから。レーナ。あ、話は、あ、うん。噂を聞いた。レーナ。余計なお世話かもしれないけど、ちょっと噂を聞いたの。まさか妊娠のこと？誰も信じてないと思うし、気にすることないよ。耳に入れときたかっただけ。本当にみんな耳ざといんだから。あ、なんか聞けそう。ね、誰にも言わない？言わない言わない。もちろんよ。もちろん。私ね、妊娠してたの。過去形。あ、そうなんだ。それじゃあ、無責任な父親なら金曜の試合に向けて練習中。でもザックじゃない。え、あ、察したぞ。うわあ、議長。じゃあ誰？あ、ごめん、言わなくていいよ。変なこと聞いちゃったね。言ってくれそう。いい人だね。 USB は机の上にあるよ。ウォーレンによろしくね。なんかどっと疲れちゃった。元気出して。そっか。レーナ、かなり溜め込んでるみたい。じゃあ行くか。過去形か、過去形か、すごい。あ、ウォーレの日記。闇だぞ。なんかめっちゃ打ってる。ほ、今行くよ、あと出たって。空気読むゲームでもあるねって。できれば登場人物と仲良くしときたいよね、みんなと。ローガン最低だわって。マタニティなんちゃっていうものがあったねって。ほう、マタニティっていうのはそういう妊娠的なやつよね。ちょっとパッと見てわかんないけど。あ、ほんとだ、マタニティブックだって。レーナ、本当に本当なんだ。 How to be a great baby mama。 素敵なママになるために。了解。ちょっとUSB 確認していいかな。なんか、MAX の部屋だったら見れるかしら。うむきだったのかもねって。
そう、どうなのかね、好きなのかしらね、どうなんだろうね。見えた、 USB 中身が全部あるか見ておかなきゃ。見れるかな。ウォーレンの隠しフォルダは見なくていいか。見れないね、残念だ。後悔しそうだしね。マックスフォルダ見て。見れない。これしょぼんじゃないあの この見えるかな、このこの顔文字は。なんだ、あっちでもしょぼんはもうあれなのか、世界共通なのか。しょぼんだね。へえ、はあ。さて、じゃあ行きますか。 USB 持って駐車場に来てくれって話が、左がなんかあるな。何もなかった。ここ誰の部屋ん、ここは誰の部屋。あ、トイレ、あ、シャワールームか。了解。こっち何もねえんだ、シャワールームだ。よし、夜中だったら行こう。よし、じゃあこんな感じか。外国の顔文字横向きなんじゃないのって。そうそう、だからしょぼんの顔は流行らないイメージがあったんですけどね。ビクトリア、あ、いない。私ね、あ、え、何すんの。ダメだ、巻き戻そう。え、どこ、え、何、え、え、どこだ、え、え、ん、ふざけんなよ。あ、いった、何すんの。え、あ、え、かわいそうに、今のはあざになりそう。あら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 、ちょっと待って、ちょっと待って、あぶらぶらぶら。アリッサ、そこどいて。ああ、別にいいけど。あぶな、あ、やっとちゃんと人助けができた。こういうのがしたかったんだ。よし、さあ、しかしこの行動が未来決めるぞ。ほう、いや、私もこういうのがしたかったですよ。マックス、おかげで助かったよ、ありがとね。あ、新キャラか。危なかったね、反射神経いいね。よし、相手を褒めよう。よかった、反射神経いいね。まあね、子供の頃からこういうの慣れてるから。相手にしないことだよ。だよね。今度ゆっくり話そうよ。今はこの中身空っぽの小説読まなきゃ。友達できた。ほんと、ありがとね。じゃあまた。へえ、へえ、どれどれ、あと何してるん、何し、誰誰誰誰、名前は。ザッカリー、知らん。あっち行ってろよ、インタビューはお断りだ。うわぁ、てか女子寮の前で何やってんのあんた。え、女子寮前で遊ばないでほしいんだけどな。ガラス割れたよねって。ガラス割れたね。どこだ、ここか。あ、あ、写真撮れる、撮っとこう。あいつがやりました、証拠写真ですね。見る。カルマっていうのはこういうこと。へえ、へえ、この行動が何変えるっての気になるな。あ、開けらんない。人がいなかったらケイトもいないですね。じゃあ行きますか。友達ができたような気がする。え、マックスの部屋、いや、マックもっと奥じゃなかったかな。どうなんだろう、え、どうなんだろう。こっちなんだっけ、入れない。駐車場。おっと、おっと、いいか、俺は生徒のことは何もかも把握しているんだ。黙っていないで何とか言え。何のことか分かりません。待つんだ。ちょっと、もうやめてください。え、なんだお前は、仕事の邪魔をしないでもらいたい。生徒を怒鳴りつけ、いじめることが仕事なんですか。なんだと、人聞きの悪いことを言うな。安全を守るためだ。嘘ばっかり。お前も要注意だな、このことはよく覚えておく。え、わかんない、正解がわかんない。マックス、ありがとう、
やっと追い払えたよ。もう行かなきゃいけないんだけど、本当に感謝してるから。気にしないで。ねえ、怖い怖い。助けられて日常ヒーロー気分だけど、鬼警備に目をつけられた気がする。戻って見て見ぬふりすべき。いやいや、なんか人助けすればするほど、いやなんかそれ、ね、わかんねえ、これどうなんだろう、どうなんだろうか、わかんないけどな。目立つの怖いねって。正義のヒーローマックスは大丈夫かな、このままで。不安だ。気になるわ。ああ、そう、あんまり顔知られるの怖いね。あ、リスがいる。え、なんだろう。割って入ってよかった。ああいうのは許せない。そうよね。あんまりまああれを写真撮って脅すぞっていうのもよくないしね。はあ。え、じゃあ駐車場ですね。ってところで。